もうほんとそのまんま島耕作なんですよ。皆さんもご存知でしょ、島耕作。というわけで2話が終わりまして、さあ3話です。皆さん、ここからですね、いよいよバチェラーが、バチェラーたるゆえんというか、とにかくゴージャスなデートなんですよ。3話目からもうグアムに移動してですね、全編グアムロケです。もうこれはもう毎回あるんですよね。で、水着シーンです。要するにね、ドレスアップした女性を見せる1話がある。で、2話が普段着というか、ご自分のセンスを見せる2話がある。そして3話が水着、ね、体を見せるという、これはもう必ずあるんです。最初の 1,2,3 で、僕は予想として絶対水着になった方がいいっていう方は3話まで残るっていう説を唱えてるんで、案の定やっぱりそのイーギリムさんは3話行ってもおかしくなかったんですけど、落とされちゃいましたね。水着になるんじゃないかなって僕は思ってたんですけど、イーギリムさんもそういうミスコンとかの方だったんで、そういう方はやっぱ水着になってるところも映した方だろうなって思いました、スタッフさんは。ただやっぱそれを落としてるところがやっぱりね、ガチだなって気がいたしますけど、このグアムはもうなんといってももうちょっとね、オイルマッサージとかね、エロさが出てくるというか、そういう色仕掛けでこうバチェラーに迫る女性も現れたりして、これもね、やりすぎるとね、今回やっぱ結婚をねテーマにしてるんで、ちょっとやりすぎると危険じゃないかなと思いましたけどね。ここでね、がぜん出てくるのがやっぱり先ほども僕が熱弁しましたけど、島耕作のね、あゆ姉です。あゆ姉30歳、中でもまあ最年長ですね、今回の女性の中では。あゆ姉がね、ゴルフがうまいんですよ。それでバチェラーの深夜さんもゴルフがうまいんですよ。で、この2人がねゴルフをするじゃないですか。もうほんとそのまんま島耕作なんですよ。皆さんもご存知でしょ、島耕作。島耕作のね、あの社長のシーンで2人でね、今までそのずっと奥さんがいるから、奥さんがいるけど本当の彼女はその方でね、で丸亀さんでしたっけ、丸亀さんでしたよね確かね。丸亀が2人でねゴルフ回るシーンとかあるじゃないですか。初芝の社長、今までの歴代社長大沢さんもそうだし、もう社長とその彼女というか好きな人っていうのはゴルフを回るってのはもう定番ですよ、島耕作の。それでね、心臓をうーって痛めてそのまま亡くなっちゃったんですよね。これ島耕作の話なんですけど、あれは悲しかったですね。ただ奥さんがいるのに丸亀社長はなんとちゃんと喪主としてね、やってあげるという男気を示して、島が泣くっていうシーン、あれ良かったですね。あれは良かったな、あのシーンは。かっこいい丸亀さんなんつってね、あれ良かったですね。ちょっとずれちゃいましたけど、そういうシーンをね彷彿とさせたんでしょうね、あゆねのあのゴルフは。ただ好きなのは、その時一緒に行ったのが岩間めぐみさんなんですよ。また来るんですよ、山梨ブランド岩間めぐみが。で、岩間めぐみさんはね、できないの、ゴルフは全く。だからね、こう教えるんですよね、こうだよとか言って、後ろから。で、スカートはね風でちょっとめくれたんですよ。その瞬間バチェラーがスッて直すんですよ。可愛いんだよね、それが。だけど向きになって頑張るんですよ。そういうとこもいいじゃないですか。で、そこでちょっとアピールできなかったのが社長令嬢の塩見なんですよね。塩見は初めてでもないし、うまくもないし、でつまんなかったって言ってましたけど、でそれでちょっとバチェラーもなんか一人で行ってつまんなそうでしたとか言って、塩見危ないっていう、隠さない、自分の気持ちを正直に言うっていうところでは塩見はいいなと思いましたね。あの、自分がそういう風に言ったら絶対に悪く思われるの分かるのに、それをあえて言ってるってところがなんかすごくね、好感が持ってましたね。私は逆に取られてるわけだから、取られてるところで言ってるそういうわがままっていうのは、わがままではない、取られている時のわがままはサービスだから、もしかしてすげえ優しい人なのかなってなんか思っちゃったんですよね。むしろね、岩間さんの方がね、わがまま、行きたくないなんて言いましたよね、ゴルフ。自分が下手だからやりたくなかったって言ったら楽しかったって言ってね、すげえ素直だなって言って、この人は擦れてないなっていうかね、タレントとしてのタレントっていう気持ちが一切ないっていうか、取られてることに無防備だなと思いましたね。あ、そこはすごい魅力だなと思いましたけどね。そんなことがあったりして、最終的にですね、脱落したのが古澤さんと鏡葵さん。
古澤さんダンプ運転手の方と鏡さんはポジティブビッチですね。やっぱり落ちちゃったんですよ。古澤さんはやっぱね最後ビンタしたんですけどね、これもなんか流行りというか定説になって、まあ流行りというかなんかこうやっちゃう人いるんですよね、ビンタを。第1話もあったんですけど、古賀ちゃんっていう子が最後久保さんっていう初代バチェラーを殴ったっていう、まあ、あんまりいい気しないんですよね。こっちも古賀ちゃんに関してはラスト3まで残ってたんで、ここまで引っ張っといてっていう意味でまだ飲み込めるところはあったんですけど、今回に関してはちょっといいとこなかったというか、まだ3話だしビンタするほどってちょっと思っちゃいましたね。僕は早くないみたいな。ただまあビンタするとそこのコーナーそこの場所を使われるから、そういう意味ではまあうんまあいっかというか、古澤さんからすればやっぱり言っといた方がね、その今まで映ってなかったとすればそこは絶対に使われるんで、使われる場所という意味では良かったかなって気はしましたね。ただちょっとストーリー的には殴るほどかなとは思いましたけどね。で鏡さんはオイルマッサージやったんですよ、水着でベーってエロく、それで引かれて落ちました。俺は面白かったですけどね。最後のコメントも良かったですね。みんな泣いたりするのに、あー気持ちよかったですとか言って、キャラを守るなと思って、この子もなんかいい子なんじゃないかなと思いましたね。サービス精神が旺盛だから。というわけで4話いきましょう。グッドボタン、チャンネル登録、通知ボタンお願いします。